この美術館に一体どんな国家機密があるのですか？実は地下にソ連製の核爆弾が隠されているんですよ。ところであなた方は？警察の者ですが何か？警察？警察がなんでここに？まあとにかく詳しい話はショーで。本当なんです、信じてください。核爆弾が地下にあるんです。急がないと爆発しちゃいますよ。だというナフィタッチと。Yo, Ellie, our world, our channel, let me go pee for living life. Now White States, we present to you, na 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 na, Energy God. Yo, MC, turn up the mic, turn up the mic. Turn it up, what a garrison, allow up, go so, put your hand over your head, turn on the light on them, allow up. First of all, 松尾拓也考案のタンブリングパーマ。店内にこの人間マネキンを設置させていただく。これパンチなの？その髪型はタンブリングパーマという名のパンチパーマ。マネキン風の人間がタンブリングパーマってこれだよ。突然髪型をおすすめすることでパンチパーマをかけてもらえるか。早速検証スタート。タンブリングパーマってあれなんですよ。タンブリングパーマってこれです。反応ない。いいっすけどね。どうしよう。やらない。どっち。I like the quick camera function of Xperia phones. だから私は Xperia。